青木義生ですよろしくお願いいたします今後の宇宙ビジネス開発の中で衛星コンストレーションなどの多くの衛星軌道投入が計画されていますそのため衛星通信利用は4倍以上撮像ビジネスでも倍増の市場規模になると予測されていますしかし軌道上に1000機以上の衛星が投入される計画もありスペースデブリとの衝突リスク拡大への対策として 安定運用のための高精度デブリ観測システムが要求されていますまた地球観測では物体の認識から高精度な人工物の状況把握を求められています私たちが提案するのはその両方の要求に応える新たなシステム開発です現在安価なアジャイル開発が可能となった超小型衛星ナノサットこれを複数同時に打ち上げるとともに軌道上でテザーを用いて広範囲な に二次元展開して多数の超小型衛星によって高精度な宇宙デブリ観測と地球リモートセンシングを実現するものですこのシステムが開発できれば従来の超小型衛星と開発コスト開発期間は同等ながら多様なセンサーの合成信号処理技術によって人工物の健全性評価のような状態把握 同時広範囲計測、解像度の向上が実現できることになります。また、テザーの細くて高強度な紐であるために、システムへのデブリ衝突リスクは低く、多数のセンサーがあるため、いくつか壊れてもシステム運用が継続でき、テザーによるデオービットな可能なため、デブリにはなりません。一番のメリットは、軽量コンパクトに打ち上げて、軌道上で大きく展開して運用できる点です。 私たちのチームはこのテザー展開衛星の実証実験を大学衛星へのプロジェクトですでに実践しております。従って短期的な課題はテザーの二次元展開と画像合成や信号処理による状態把握や健全性診断の実証ですが、すでに16個の撮像カメラで超小型高解像を実現したカメラ技術もありますので、宇宙環境耐久性の検証を含め10年以内に実用化につなげたいと考えております。そして テザー衛星に移動機構を組み合わせれば、状態観測性能のさらなる向上や、動電テザーを活用したデブリ回収、テザー展開衛星の軌道繊維、軌道エレベーター実現などの応用展開できる要素技術にもなります。私たちのチームは、全員超小型衛星や宇宙開発技術の実績を持った研究技術者です。今後の宇宙開発が急速に進展していく中で、短期間の開発競争だけにならず、持続可能な宇宙開発を意識していくことが重要と考えます。 本システムのえは、その点に大いに貢献するものであることを強調して、プレゼンテーションを終了いたします。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。